数の性質、知っていれば3秒で解ける指数計算の裏技、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。1の位が5である整数の2乗は法則があります。上のように並べてみると下2桁は必ず25になっていることがわかります。上2桁は10の位の数にそれより1大きい数をかけたものになっています。これを踏まえて本題を解くと、下2桁は25であり、100の位以上の部分は 99×100 を計算して99/25が正解となります。この性質が成り立つ理由を説明します。1の位の数を5、10の位以上の部分を A とすると、この数は 10A+5 と表せるので、この数の2乗を計算するとA とそれより1つ大きい数の積を100倍して、それに25を足した数になることがわかります。おまけ問題です。次の指数の計算をするとき、1の位の数字は何でしょう？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。